ようこそ、お願いします。シックな感じでいいですか、ね、大人っぽいですね、ねえ、大人っぽい、おでこ広いんだね、東子さんの今回の新曲なんですが、沖縄の海をイメージしていて、うん、まあ、映画の、ね、曲にもなっていますけど、気持ちよさそう、そういう東子さん、海が大好きということなんですよね。でもね、うん、聞くところによるとね、海の中でもサメが好きなんだって。サメが好き、そうなんですよ、サメフェチなんです、サメが、サメフェチサメフェチ、サメと実際に遭遇したことはあるんですか？ないです、水族館でしか、ちっちゃいのしか見たことがないんですけど、ちっちゃいやつね、小判ザメみたいなやつとか、はい、そうですね、大きいの見たいですね、見たいの、見たい、でも怖くないですか、遠くで、水族館とかで、ね、うん、他に好きなものってありますか、サメ以外に、これも好きだなっていうもの、ワニとか、ワニ、あ、やっぱ似たようなワニも危ないよね、とにかくちょっとデンジャラスな感じ、デンジャラス、じゃあ、男性のタイプもどっちかっていうとそういう、こう、うん、危険な匂いのする人、そうですね、あ、そうなの、そうですね、はい、危険な感じが、気をつけてくださいよ、ね、そんなんいっぱいいますからね、気をつけた方がいい、はい、まあでも本当意外なもんですね、うん、聞いてみると、これから夏、はい、まあ、秋にかけて学園祭ツアーが入るんですよね、はいはい、そうなんですよ、なんかこれは今年が初めてだという、そうです、初のライブツアー、何個ぐらい行くんですか、16個、大変だよ、大変ですよこれ、学祭っていうのは本当ね、我々もよく行きましたけどね、そうですか、とにかくね、学生が仕切ってるから段取りが悪いんですよ、そう、嫌なこと言うちゃんと業者さんも入ってたりするとね、あ、そうそうそう、スムーズに、東子さん、はい、盛り上がるでしょうね、東子さんも学生ですからね、そうなんですよ、楽しみです、そうだ、小学生だもんね、違う、大学生、大学生、大学生、ね、はい、それではスタンバイの方、はい、よろしくお願いします。サメが好きって言ったら珍しいですよ、ね、それでは東子さんの新曲です、はい、It's All About Us、 どうぞ。
東子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。いいですね、あのまたセットがまたね、ぴったりでした。